想像で描かれたスペウシッポススペウシッポスは古代ギリシアアテナイの哲学者、数学者。アテナイにアカデメアを開いたプラトンの老いでプラトンの死後に紀元前347年から紀元前339年にかけて第2代アカデメア学等を務めたことで知られる。アリストテレスが述べた今の人々にとっては数学的諸学が哲学であることになってしまったという言葉は スペウシッポスに向けたものだと言われ、スペウシッポスがプラトンの後を継いで第二大アカデメアの学頭になるとアリストテレスはアカデメアを去ってしまった。プラトンはイデア論を唱えていたものの、スペウシッポスが学頭になるとイデア論を排除し、プラトン主義とピタゴラス学派の調和を試みたが、数学的対象を第一義的な実在と解する点などプラトン主義を離れて、 ピタゴラス学派や数論へ傾倒したために、アリストテレスはアカデメアを離れたとされる。スペウシッポスの主張には、倫理学において快楽はそれ自体悪であると問いたり、したが、現存するスペウシッポスの著作は断片的である。最後は、脳梗塞で亡くなった。ありがとうございます。